新選組は幕末の日本で活動した武士集団であり、もともとは京都で創設されました。彼らの目的は徳川幕府の崩壊を防ぐために秩序を維持し国を守ることでした。新選組は幕府への忠誠心と勤勉さを持つ若者たちで構成されており、指導者として近藤勇や土方歳三などの名が知られています。彼らは厳格な規律と剣術の使い手としても知られており、特に剣豪斎藤一を含む有名な剣術師が所属していました。新選組は幕末の混乱した時代において重要な役割を果たし、京都を中心に数々の事件への介入や治安維持活動を行いました。彼らの行動は一部で論争を引き起こしましたが、彼らの忠義と武道精神は後世に語り継がれ、多くの書物や映画などの作品で描かれることとなりました。新選組は幕末の日本の歴史において重要な存在であり、その活動は今日でも多くの人々によって称賛されています。